基本的には生き物が作ったものとか証とかそういうもの、そういう生き物が作った痕跡みたいなものを、まあ普遍的な彫刻に変えるみたいな作品を意識的に作っています。本当に動物の糞だったりとか、あとはツバメの巣だったりとか、本当に生き物が彼らが生活するにあたって作った形、それは彼らにとっては必然性があって、だけどそこで出てくるその形だったりとかが、まあ、人間が作ることができない美しい形だったりとかした場合に、これがもしかしたら彫刻になりうる可能性があるなと思って、まあ、そういう意識で作品を作っていますし、日常生活でもそういうものを見つけていけるような考えながら生活しています。今回の作品は、まあ、アワードの時には、ミミズの糞を集めて、それを、まあ、焼いて、その上に釉薬をかけて、最後本物の金で金彩するっていう作品を出したんですけれども、まあ、今回の作品はもう少しダイレクトに、まあ、作っていて、本当にそのまま生の糞塚を見せる。あとは、向こう側にの空間は、ただ糞塚を窯で焼いたっていう作品というか糞塚になってるんですけれども、まあ、この対比っていうのは、まあ、有機物と無機物の対比でもあるし、まあ、ミミズの活動っていうのは石とかそういう、まあ、細かな無機物を食べたりとかして有機物に変えてくれるっていう存在なので、まあ、なんかそういう普段あんまりそういうことを考えない、無機物とか有機物を考えないけれども、なんかこの作品を通してなんかそういうことを考えるきっかけになればいいかなと思ってます。まあ、ワークインプログレスという、まあ、現在進行中みたいな感じの、まあ、ものから、まあ、もじってつけたんですけれども、まあ、この作品はただここで展示するっていうので終わりじゃなくて、この壁を床面にしてその上を歩くというパフォーマンスというか参加型のプロジェクトをやろうと思っています。まあ、その中で歩く行為を通して、まあ、ミミズの糞っていう土なんだけど解説物だったものをなんか歩く行為を通してなんか土に返すというなんかそういうプロジェクト、しかもそれがなんだろう、無機物の空間と有機物の空間をこう歩いてこう横断するっていう、私そういう歩くっていう行為がミミズがやってる活動、その無機物と有機物の狭間にいるような存在っていうのをなんか歩くって行為を通してなんか体感できるようなパフォーマンスになればいいかなと思ってます。まあ、実はこのものっていうのは、まあ僕がただ見つけてきただけなもので、まあ、皆さんでもこう普段の生活で、まあ、こう下を向いて歩いていったら、まあ、ミミズの糞塚っていうのは見つけることができて、まあ、そういうなんか我々の生活の中であんまりこう生き物の循環とかを感じる機会がないんだけど、なんかそういうなんかこの作品を見て、あ、こんなミミズのうちってこんなもんなんだっていうのを考えることから、なんか自分の生活がの中でそういうものがあるのかなとか考えて、見終えた後になんかそういうことを考える作品になればいいかなと思っています。